道路交通情報は篠崎さんでした。もうすぐね、夏休みも終わりですね。皆さん宿題とかね、学生の方あるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。私が学生時代だった頃は夏休みの友とかねありましたけど、今はどうなんですかね。今も夏休みの友みたいなので、あの小学生の方とかね勉強してるんでしょうかね。もう中学生の時にはとかね、高校生の時にはね、なんかプリントめちゃくちゃ渡された記憶がありますが、でそしてこう大体夏休みの 2,3 日前頃から必死にやるっていうですね追い込みをかけるっていう感じだったんですけれども、皆さんはどんな感じなんでしょうかね。はい、まあ、ちなみにね、先ほどの道路交通情報の篠崎さんなんですけれども、お話をお伺いしたところ、篠崎さんはですね、コツコツと計画的に終わらせていたというね、優等生タイプだったということでございます。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。案内人は糖質ゼロ食品を必死に探しています、MC トリです。よろしくお願いします。で、前回お便りのコーナーでですね、あのダイエットのお話が出まして、まあ、最近ですね、その私もちょっと追い込みというかですね、あの1年で11キロ太ってしまったのでちょっとそれを取り戻すために今節制生活を送っているので、まあ、あのその節制生活にね役立っているダイエットシリーズというのをですね、ちょっと今回お届けしていこうかなと、今回からですねお届けしていこうかなと思っております。今回ご紹介するのは B レジェンドプロテイン。はい、今回ご紹介するのはですね、プロテインでございます。でプロテインっていうとですね、何かっていうとですね、これ簡単に言うと、あのタンパク質のことなんですね。でどうしてもね、なんかプロテインっていうと、あの筋トレしている人たちが飲んでいるイメージが強いと思うので、がっちりしたね、いい体を作るためにプロテインっていうのがいるんじゃないかと思われている方いらっしゃると思うんですけれども、プロテインっていうのはですね、もう単純にあれタンパク質を取ってるだけなんですよ。でじゃあなんでタンパク質を取るのかっていうとですね、筋トレっていうのは簡単に言うとですね、筋肉にダメージを与えてですね、筋肉を非常に疲れさせて、それを回復することによってより強い筋肉を作っていくっていうのが筋トレの目的なんですけれども、まあ、その回復の時にですね、タンパク質が非常に必要になっていくんですね。筋肉の元といいますか、まあ、筋肉以外でもですね、髪の毛とか皮膚とか人間の骨とか水分とかそういったところ以外は大体タンパク質とかね、とあと脂肪とかでできているので、まあ人間の体にとって非常に重要な栄養素なんですね、タンパク質っていうのはですね。なのでこれ実はですね、筋トレするしないに関わらず、タンパク質っていうのは毎日摂取しないといけないっていうところなんですよね。筋トレをしてない方でもですね、今言われているのは体重かける 1g のタンパク質量を毎日摂るのが理想的だと言われているんですね。なので例えば体重こう60キロの方は1日に 60g、まあ、50キロの方は 50g というタンパク質量が必要だというふうに言われているんですけれども、じゃあ60g のねタンパク質を摂りましょう毎日ねってなった時に、まあ、一番わかりやすい表現で言うと、コンビニとかでですね、最近サラダチキンというですね、ものが売られてるんですけれども、皆さん目にする機会もコンビニだったらね多いんじゃないかと思うんですが、サラダチキン、だいたい鶏の胸肉が 125g ぐらいになってると思うんですけれども、あれ一つ食べるとだいたいですね、タンパク質が 20g 取れるような形になってます。なので体重 60kg の方の場合、この、まあ、サラダチキンを朝昼晩と食べれば、まあ1日 60g のタンパク質取れますよっていう話になってるんですね。で筋トレをしている方の場合はさらに倍みたいなね、量がいりますと、タンパク質量がさらに倍ということで、まあ、最低でも体重かける 2g っていうのは必要でしょうと。ってことは60キロの方であれば1日に 120g のタンパク質を摂取する必要があるんですけれども、じゃあ 120g になってくると、今度はサラダチキンで言いますとですね、いくつですか、6枚ですかね、6×2×12、うん、6枚ということで、サラダチキンを1日に6枚食べないといけないんですよ。
ってことは朝昼晩に2枚ずつ食べるってことになるんですけど、まあ、なかなかそういう食生活を送っていくって難しいと思うんですよね。で必要になってくるのが、必要になってくるのがというか、まあ、そういったまあ、栄養補助食品ってことですかね、タンパク質を取るためにプロテインを飲んでるというわけなので、別にマッチョになるために必要なものではないです。プロテインっていうのは単純にタンパク質を取ってるというだけになります。ぜひね、皆さんにもこの今回ご紹介するこの B レジェンドプロテインの何が素晴らしいかっていうとですね、プロテインっていうのはですね、今まで私もですね何種類かいろんな会社のものをこの飲んだことがあるんですけど、まあ、最近はそうでもないんですけど、以前のプロテインっていうのはね、簡単に言っちゃうとものすごく美味しくなかったんですよ。これ食べる、あと飲むとですね、おー、なんだこれみたいなですね、なんか牛乳とチーズがこうちょっとね、なんか腐ったようなみたいな味がするものもあったりとかしてたんですけど、これね最近はですね、こういろんな風味の味のものが出ていてですね、非常に美味しいんですね。でその中でもこの B レジェンドプロテインって、僕もそのジムのですねボディービルのトレーナーの人に紹介されて飲むようになったんですけれども、めちゃくちゃ美味しいです。はい。でじゃあ B レジェンドプロテインね、どんな味があるかというとですね、まずはナチュラルということで、爽やかミルク風味、そしてそんなバナナ味、すっきりんご味、南国パイン風味、激うまチョコ味、キャラメルコーヒー風味、ベリベリベリー風味という7種類が B レジェンドプロテインから出てるんですね。で実際僕が飲んだことあるのはですね、このナチュラル爽やかミルク風味ですね、そして南国パイン風味、激うまチョコ風味、キャラメルコーヒーに、ベリベリベリー、このものに関してはですね飲んだことありますので、ご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、正直ねこの中で何が一番美味しいかというと、個人的には南国パイン風味です。でその次が激うまチョコ味、そしてその次がベリベリベリー風味というふうになってます。南国パイン風味ね、特におすすめしていきたいんですけども、これ水にですね粉を溶かして、こうシェイカーっていうのでこうガチャガチャガチャって振ってね飲むのがプロテインなんですけど、南国パイン風味ですね、もうほぼですねパインジュースです。これねびっくりしたんですよ、初めて飲んだ時。あれっつって、もうジュースじゃんって思いましたもん。なのでこうもうプロテインを飲むこと自体がこの B レジェンドプロテインによって僕は楽しみになったんですね。糖質制限、前回のダイエットのお話の時にもしたんですけど、糖質制限してると当然甘いものとかも NG なので食べられないんですよね。でも僕はチョコとか本当に好きだったので、もう本当に甘いものが食べたい、甘いものが食べたい、ジュースもね飲みたいっていう風になってたんですけど、この B レジェンドプロテインが、まあ、風味がねすごくいいので、甘くて美味しいので、これがねそのと、なんていうんですかね、その甘いものを食べるという食欲の部分をちょっと満たしてくれてたっていう感じなんですよね。で激うまチョコ味もまあ本当にねチョコレートドリンクとまでは言いませんけれども、非常にチョコ味に近くて美味しくて飲みやすい。でベリベリベリー風味の方はですね、ベリーの味が効いてましてですね、これもまあ本当にジュースみたいなんですけれども、ちょっと酸味が強いので、酸味が強すぎるのはちょっとなっていう人には、僕は個人的に南国パイン風味をいつもおすすめしています。プロテイン何がいいのって聞かれることやっぱあるんですけれどね、これのこの B レジェンドプロテインの南国パイン風味、一押しです。素晴らしいです。本当にジュースみたいに飲めちゃいます。でこう牛乳とかでね割って飲んでもいいんですけど、牛乳とかだと多少脂質が入ってきたりするので、まあ水でね割って飲むのが理想的かなって個人的には思ってるんですけど、まあこの B レジェンドプロテインは水で割って飲んでも、先ほどお伝えしたような感じでジュースみたいに飲めるので、もうごくごくいけますよ。なのでこちらだいたい1回の分量をですね作って飲むと、
このプロテインっていうのはタンパク質がですね 20g 取れるんですよ、大体ですね。なので先ほどお伝えしたあのサラダチキン1枚食べるのとこのプロテインを1杯飲むのは同じ量のタンパク質が取れるんですね。でこれ考えてみていただくと、だいたい 200ml とか 300ml の水とかで割って飲んだりとかするんで、まあ、飲むだけでいいので食べなくてもすぐ取れるということで、まあ、時間もね短くできますし、まあ、先ほどお伝えした通り飲みやすいということで何の抵抗もなくいけちゃうということで、こちらのねプロテインをこのタンパク質を取るという目的でね取っていただくのもいいんじゃないかなと思います。なのであの筋トレしてなくても全然いいんですよ、プロテイン飲んじゃって。はい、ぜひですねあのこのもし筋トレしてる方してない方なんだけれども一日のねタンパク質がちょっと足りてないなと、タンパク質もっと取らないといけないんだよなというような方にとってはプロテインおすすめですので、中でもこの B レジェンドプロテインおすすめしておきたいと思います。まあ、筋トレされてる方とかはね自分で計算されてる可能性あるんですけれども、一回ねあの自分の食べてるもので1日でだいたいどれぐらいタンパク質が取れてるかっていうのをですね計算してみるといいと思います。はい、でそのタンパク質をね計算するときにこうおすすめのサイトとかねそういうのもありますんで、そういったところもね今後このフィールグッドのコーナーでおすすめしていきたいと思います。ぜひもしあのプロテインね探してらっしゃるという方は B レジェンドプロテイン試してみるのいかがでしょうか。まあ、B レジェンドプロテインで検索するとあの公式サイトも出てきますし、 Amazon とかでもねあの販売してますので、あのそちらの方で購入していただくのもいいのかなと思います。さっきねあの公式サイトの方とか見てみたんですけれども、公式サイトの方とか見てたら、まあ、この普通のプロテイン以外にもね、こうバルクアップと言いまして、こう筋肉をどんどん大きくしていきたい人用のプロテインだったりとか、あの、他にもいろんなものが売ってて、あとあの、一食分の、この先ほどナチュラルとかね、そんなバナナ味とかスッキリンゴ風味とかお伝えしましたけど、この一食分のお試しパックみたいなのも売ってたので、まあ、ちょっと試してみたいかな、みたいな人も、そこで購入して試してみるのもいいのかなというところになっております。ということで今回ご紹介したのは B レジェンドプロテインです。ぜひ皆さんのダイエットのお供に B レジェンドプロテイン加えてみてはいかがでしょうか。ということで今回のフィールドグッドのコーナーでした。続いてはお天気情報、原田さん、夏休み最後は晴れるのかな。